こんにちはアマーズーシーサポーター堀秀夫です今日は商品探しの順序という、ね、動画を先日作りましてこれね、えー、どうして商品から入んなきゃいけないんだと、ね、商品から入ってもカタログから見つけても一緒じゃないかという質問をいただいたんですけどまあカタログから入っちゃう最大のデメリット目ッキ力がつかないということが言えてます 目利き力がつかない、ついた、どういうことかというと、まず、ね、今回、えーまあ、今回というか私のサポートの中でね、まずーっと言ってる、まあ、実店舗に行くのが一番いいと。ね、で商品を手に取って、それをカタログで比較して、比較っていうかね、カタログ見て、ランキングがあって、儲かる商品を探すと。まあ、この順序でやっていくと、慣れてくると、 ねえー、見ただけでもわかる商品がわかるようになります。例えば目の前に1000円って置いてあるけど、いや、これ日本でも2000円で売れるし、日本で2000円で売れるんだったら、オーストラリア持ってきゃ4000円で売れるかな、えー、あるいはアメリカ持ってきゃ3000円で売れるかなっていうのがね、えー、見て大体わかるようになってきます。興味がある商品、扱ったことある商品であれば。ですから、まあ、店舗行って、 えー、ランキング探すっていう手順でいつも言ってますけど、まあ、実際私、仕入れてたときはね、えー、面倒なんで、あんまりチェックはせずに、高く売れそうな適当に買ってくると。で、出品時にね、いやたまに間違えて、ねあ、これは全然高く売れねえじゃんとかね、ライバル多すぎてダメだったねっていうのもありますけど、まあ、現地で調べてね、面倒くさいっていうのと、時間の無駄を考えたらまあいいかなという程度の間違いしかないです。で、これ、ベテランのせどり仲間もそうです。 例えば、秋葉原とか無数に店があるとこ行くとね、一軒一軒回ってピコピコやってたんだと、とてもじゃないですけど、えー、仕入れができないと、東京に住んでる人ならいいんですけどね、まあ、九州とか、えー、私福岡にいたんでね、九州から秋葉原に仕入れ遠征とかって,って言ってた人いますけど、九州から東京行って数日間で仕入れてくるのにね、その、いちいち調べて仕入れたんだとても、まあ、採算合わないと、旅費まで合わない。だけど、 一回衛生すら300万とか買ってくるわけですからね。もう、はっきり言って、儲かりそうな商品適当に買ってくると。で、適当にって言っても、高額な商品は一応確認します。ね、で、あと適当に言ってってもね、ほぼ外れないです。もう、えーこれあれ、これ、あい、これ、そんな高くなかったじゃんっていうのはね、まあ本当に、え、20件に1回だから5%未満とか、そういうぐらいの確率でしかないと。衛、ね、生の時はね、たくさん仕入れなきゃいけないんで、そういう買い方をしてました。で、まあ、 そこまで初心者の方に一足飛びに言っちゃうとね、逆にそれできなくな、できるようになんないと儲かんないのかというのがあるんでね、まあ、今までそのベテランがどうやって仕入れてるかとか、ね、いう話はしてませんでしたけど、まあ、ただ、普通に教えた通り、実店舗にできるだけ行く。で商品比べるとで。興味がある商品を探す。これやってれば、その、見ただけで大体わかるっていう状態になります。で、今回、疑問に思った方、ね、 良さそうな商品を見つけると。だけど Amazon で調べる。そうすると、ライバルが多いとか、安いとか、ランキングないと。これかなり多かった。だからこれが、いわば初心者の段階、えー、まあ、時間かかるでしょうがない。でもこれで見つけていくしかないと。でも目利きができるようになると、この良さそうな商品、まあ、つまり買い値より高く売れる商品を見つける。で、見つける中でも、まあ ライバルあこれはでもねあの、メジャーな商品だしあの、ここでいくら、例えばドンキでね、えー、なすんごいドバッと出ててね、あそれ他のドンキの、えー、チラシにも載ってたなと、ね、ガツンとライバル増えるなとか、そういうのがね、瞬時にわかるんで、何でしょうね、手に取って調べる前の段階でダメなのはもうあのダメ、いけそうなもんだけピックアップしてるんでねあの、すごい効率いいし、なんなら見ないで買ったってほとんど赤字にはなんないです。 この状態にするのが目利き。で、まあ、この状態に、ね、ならないんですね。だから、えー、逆の順序にしちゃうと。カタログ見つけて、えー、仕入れができないってやってると、この店舗行って見た時にね、えー、すぐわかるっていう状態にならないです。で、同じね、例えば、えー、UFO キャッチャーの景品でも、肩や1万円こういったもの売れるだろうというものもあればね、やっぱ500円がいいとこだなっていうのもあると。 これまた、なんですかね、えー、興味があるジャンルのものを数やっていかないと分かんない。これ、これ、ここで何千個作成してね、えー、で、えー、UFO キャッチャーでゲームセンターに置いてある期間が、えー、1ヶ月半以上の商品については値上がりしにくいですとか、そういうね、えー、なんか文書化できるような話じゃなくて、もう本当、何ケースバイケースなんでね、これ、だからこそ、 まあ、興味がある商品を扱わないと、実、うん、までもしんどいって状態になります。まあ、一番の違いは、目気力がつくつかない。順序を間違えると目気力つきません。で、えー、何が違うって、現に、えー、今、この、現段階でまだ、ね、えー、いいなと思っても調べると、実は全然良くないと、ね。この良さそうな商品を見つけるっていう、この入り口がまだうまくできてない。なぜなら、これ順序を今まで逆にやってたからっていう話ですね。 で、目気力をつけるためには、ねえー、商品から入る。興味がある商品を扱うと。で、えー、100件から2000件、これね、人によります。興味の度合いとかね、まあセンスとかによるんで、もしかしたら100件以下でできる方もいるかもしれませんし、2000件やってもわかんない人もいるかもしれないですけど、少なくともこの順序でやっていかないと、どっちにしても目キ力はつかないです。ね、あの商品を見たときに、 いけるいけないって判断ができるようにならないと、それはいつまでたっても仕入れはしんどいんでね、えーまあ、今話してる会員さんは、アメリカアマゾン中心でやってるんでね、アメリカアマゾンはやっぱライバル多いんで、うん、これが目利きができる人がライバルなわけですから、自分ができないと、それでやっぱ苦戦するのはしょうがないと。ね で、正直、いや、そ、そこまで今からできるようになるのかどうか疑問だなっていうんであれば、まあ逆に初心者のピコピコ調べてもね、えー他、他が似たりおったりの人しかいない、えー、オーストラリアにもう自家ち移した方がいいんじゃないのかなという気がします。順序、逆にやってるって、ちょっと落とし穴だったんでね、あの、実店舗がいい、えー、それから、えー、商品を、商品を、 比べるというのをずっと言ってきたんですけど、その、じゃあ逆にやるとどうなるかって話はそういえば今までね、してなかったんで、逆にやるとメキき力がつけません。ね。あの、店舗にリスト持ってってね、仕入れできるのあるかなって探しても全然見つかんないですし、売れてるもんから入ると、どうしてもね、興味があるもんだけで売れてるもんなんて探し方できないんで、そもそも興味があるもんだったら探すって行為をしないうちから比較してると思うんでね、まあ、間口の広め方として、 売れてる商品のリサーチから入るのは、えー、実は効率が非常に悪い。間違えたやり方。だからツールを使っている初心者は稼げないということも言えます。あの必ず商品探しは、えー、商品から入るというのがね、これあの、うまくいってる人だとあまりにも当たり前なんでね。で、私も、 まあ、その順序で教えてるんで、その順序でやってると思い込んでたんで、えー、念押ししてませんでしたけどあの、商品から入らずにメキキができるようになった人はいないです。ツール使ってメキキできるようになりましたとかね、リストのおかげでメキキができるようになりましたって人は一人も知りません。みんな店舗に行って探す、えー。あるいは安く買えるなと思った商品から探すと。この方法でメキきをつけてます。また、ね、確認、報告、質問等あればお待ちしてます。 サポーター、堀秀夫でした。